说，你好吗 ？Hello， 好久不见。Hello， こんにちは，こんばんは。台湾的又破说，你好吗？非常に楽しみに来てしてですね、生徒たちは台湾に来ました、そして皆さんたくさんの人が出迎えてくれているのを見ましてですね、生徒たち非常に、驚いて、いると思います。非常兴奋，也非常期待。然后他们看到又在机场那么多人出来迎接他们，也感到非常的惊讶。今回は10月10日の双十節で、パレードをする、ということでお招きいただきましたけど、その他に、ですね、台湾の高校生たちのとの交流が予定されております。被受邀来参加台湾的那个十月十号国庆庆祝大会，然后另外也会就是到高雄和台湾的高中生进行交流。我想问校长，会不会有担心跟去年的橘色恶魔会被台湾的这个民众拿来做比较？啊，とってもありますね。昨年は立花高校オレンジの悪魔という形で大旋風を巻き起こしたということで、ただマーチングのスタイルが立花高校とは違う形なので、私たちが精一杯できることをやって、それが受け入れていただけるかどうかということで、そこに非常に不安は感じてますけども、精一杯やらせていただきたいと思っています。老师说就是也蛮担心会被比较，但是因为毕竟去年橘色恶魔在台湾就是引起非常大的回响。不过因为由于东京农大二高他们的表演形式和橘高校其实是不太一样的新纪乐的表演形式，因此他们就会尽他们全力就是表演出他们自己的表演，希望大家可以就是看看他们的表演这样子。